多年前呢，俺家有好些家呢，每年都来到搿个圣诞，现在来他们全部就外头。去哪儿啊？其实我们现在就可以出发，到了树林那边，在车上睡一夜，早上就可以看见我们的鸟。你们听听鸟。そうですね。私は最初に映画を見始めたのは高校生の時代でした。あの時は中国はまだ映画を見る手段がなかなかないので、主に海賊版を通して、いろんな映画を見ました。それをきっかけに、私は映画ファンになりました。ただ私大学に入って専攻は映画ではなくて生物医学なんです。で、その時は、大学にいながら、映画好きな友達と一緒に、映画サークルを作って、映画を見ながら、たまに短編映画も撮りました。いつの間にか自分が、やっぱり生物医学ではなくて、映画の人間ではないかと考え、その後大学院は香港の新海大学の、映画専攻に入学し、正式に映画の世界に入りました。おそらく私は運が良かったじゃないかなと思いまして、大学在に在学中に最初に撮った短編は中国物語っていう作品なんですけど、3分の実験映画って言えるでしょうか。で、その映画は中国のメディア大学の映画祭でちっちゃい映画賞を受賞しまして、そこでやっぱり自分が映画に対するすごく自信になってて、自分が映画の道に入ったらいいじゃないかなと思いました。香港で映画を勉強するときは本当に常に緊張していますが、でもものすごく挑戦できて、私はすごく楽しかった時間でした。あの時大学のという場所でもありますので、とにかく宿題がものすごく多いです。1年間私が関わっている作品は30本以上あるじゃないかなと思いまして、常に高速運転中のような感じでした。また香港っていう街は、私個人的にとって、ものすごくインスピレーションを受けました。香港は、ご存知だと思いますけど、ものすごく、狭いというか、本当に狭いところはすごく狭いですが、ただ広いところも、例えば立島とかそれこそ海とかもものすごく広いので、そういった空間に対する認識も、香港での勉強は私とってすごく重要で、映画への理解もものすごく高くなっていましたね。2015年かな、香港の大学を卒業して、香港はなかなか、仕事のチャンスが多くないので、自分のふるさとの広州に戻りました。本当に久しぶりの広州でして、大学も北京なので本当に10年ぶりの広州に戻って、で自分の子供の時代に住んでる場所に見に行ったら、もう完全に自分が知らない世界になっています。でその衝撃を受けて、その後自分がちょっと小説を書き始めて、自分の小学生時代の話、小学生時代の友達の話についていろいろ書き始めました。で書きながら、このストーリーは映画にしたいでもいいじゃないかなと考え始め、その、衝動っていうか、本作の制作 の、 スタートで言えるじゃないかなと思います。創作衝動の来源。我们在
金馬主创に作金馬の時賞候、の、企画マーケットと、你ウー是テンミ去ン監督がやっている企画マーケットを両方行吴き天まし明た。基金的この创二つのマーケッ始，ト是金で、馬创，在パ这トリッ两ク・个マ地オ・ホ区ン遇到了という映画プロデューサーと出会いまして、まあ、就後、是パトリック・マー・ホン后来的监督，さんも私たちの、本作のプ本ロデューサー昌にも先なっ生，他て、是台湾人，本作の、然海外セ后ールス、他そして脚本の修正是など、まあ、いろんな在后来的ところを協片子力的して编剧，くれました。包括まあ、在またやっぱり作剧品が出本创来上が意るま上で面，还ずっ有と、国际发行上そ面ばとにも見给了て我い们る很の大で、帮助。まあ、然后这一私たち他の作是品がやはりホーンさんがいうないと、经まあ、历こ了の两次プロジェクト创作，自体以も及成在立这できないのではないかなと思成います。长，そしそてして資金収集に関してはやはり難しいですね。まあ、いろんな方々と話して、まあ、映画会社の方だったり、まあ、映画会社以外の方ともいろいろ話しましたけど、やはり多くの方々はやはり脚本にわからないという意見がすごく多かった。それを聞いてやはり我々すごくプレッシャーが大きいです。ただやっぱりものすごくやっぱりこの作品を完成させたいので、まあ、とにかく、まあ、資金が集まっていない状態で、作品の準備を先にスタートしました。まあ、キャスティングのメイソン・リーさん、ホアン・ルーさんも、まあ、早めに決まって、やっとクランクイン直前に北京の果実創造映画文化会社から重要なお金が入って、この映画の撮影が無事にできるようになりました。然后我就まあ、回州に戻到り、小説を書く理由はやはり自分の子供時代の友達のいろんな面白いストーリーをもっと多くの人々に聞かせたいと考えました。そして、時は実はすごく悲しい出来事がありました。一人の親友は、突然学校に来なくなり、そのまま消えてしまいました。そのこともどうにかちょっとストーリーとしてどこかに発信したいとずっと思っています。ただ子供のパートだけじゃちょっと私は個人的にはやっぱりすごく物足りないと、まあ、一本の映画の中においてすごく物足りないと思いまして、まあ、その後ずっと広州の町にうろうろしながら町の変化をまあがっつり体感しました。で、まあ、特に、広州、あの時は、まあ、本当に発展していて、地下鉄の工事現場の測量士に目をつきました。彼らは本当にロボットのような仕事を毎日していて、私はものすごくやっぱり彼らの仕事内容、そして仕事モードを知りたくなりました。そこから私は、まあ、いろんなところ、まあ、人、にいろいろ話を聞いていろいろ調べ始めました。そこで感じたのは、地下鉄工事現場の測量士はもう本当にある意味フランツ・カフカのシローっていう小説がありまして、その主人公の K っていう人がとすごく似ているのではないかと思います。というのは、まあ、K も地図の測量士なんです。で、いつまで経っても城の中に入ることができず、もう本当にある意味その地下鉄工事現場の測量士私たちとすごく似ていて、まあ、仕事の目的が見えなくて、そしてものすごくやっぱり外部から無力感が感じました。ああ、じゃあ彼らを主人公にしてストーリーを作ったらどうですかと考え、本格的にストーリーを作り始めました。まあ、本当にこのバランスはものすごく難しいですね。まあ、だから脚本というよりは、やはり今回のバランスの調整は主に編集の時で調整しました。元々の脚本は、まあ、今の脚本、まあ、今の完成版よりは、まあ、さらに長いので4万7000字ぐらいの脚本でした。で、今の脚本ですと、まあ、全部3割以上カットしています。で、子供のパートも前の脚本ですとものすごくやっぱり長くて、で、内容もメロドラマに近いんですが、ただ撮りながらやっぱり感じたのは、まあ、大人のパートもものすごくこの作品においては重要なので、最終的に調整してこういう形になりました。かなり苦戦しましたね。最初から違う撮り方でこの2パートを撮ることを決めましたね。まあ、大人のパートは、まあ、どっちかというと、まあ、今の街の発展とかも関連していると思いますけど、ちょっと機械的
な取り方で取っていこうと、まあ、最初に決めました。そして子供のパートは、まあ、かなりいろいろのアイディアが周りのスタッフが出てきて、最終的に私個人的には、まあ、鳥獣的な取り方で取りたいと考えています。いわゆるそういう鳥の視点で子供たちを追いかける感じのようなシーンを撮りたいということで、まあ、今のような形になっています。就そう是ですね。两登場边人就物是の一组六設个人，定も我々然すご后く工夫しました。或者有些ま在一あ、起是想一象，見る然と、后まあ、全部6里人面で、都有まあ、伴似呀，ているとい体型、バフ取っているう方が、就まあ、いま就す是し、两个男人，4人、女2特别人で、是まあ、そういう、まあ、子供但と好像大人、对应过来このやつ2つのパートが、まあ、それぞ感れじで、就ありま好し像是て、まあ、ちょっとだけ設定だけを見たら、まあ、子供が大人になって、まあ、一人一人対応できる人物がいるっていう感じではありますけど、それあえてそうしないようにしました。なぜかというと、やはり子供のパートは私たちにとってすごく特別のパートなので、就比如なたん内ていう心か、まあ、記基本憶の状態中っでていうは、か、あたる意味想要まあ、去主成人为公、一まあ、大人の時个代人，が子但是供好像又時代への追憶っていうところも就狙いたいので、まあ、是追有憶だかから、まあ、記憶の曖昧さも经历的ちょっと描きたいので、だから追憶の部分は全部正しいする必要がないから、主人公は子供の時代への追憶は全部描きたいけど失敗したっていうようなイメージを、出したくて、今のような映像になっています。其实这个まあ、原鉄因也道に是関比して较私は、人まあ、すで、ごく個人的な話就と是なり小ます。时候私の子住供在の時杭州は、的火甲车州站，駅の近く然に住んでいて、后我的まあ、そのエリアは、生活私当にとっ中て、まあまあ、也一つ鉄道、そして、川、有两条京道杭大路，運河という、まあ、生中国活とても有名な川が、私の子供の時にとってすごく重要な2つの、まあ、線路って言っていいかなと思います。まあ、特に鉄道に関しては、私は2つの意味があるんじゃないかなと思います。まず一つは危険です。まあ、鉄道は常に危険だっていう感じがあります。特に子供の時はやっぱり鉄道の上に歩くと、なんかすごくやっぱり不安な気持ちがあるという感じですけど、一方そういう、まあ、鉄道だから、まあ、遠いところに連れて行けるっていうところもあるから、それに伴う興奮っていうところも、まあ、特に子供にとってはすごくやっぱり不新鮮で不思議な場所だと思いますので、だから、まあ、子供は鉄道の上に歩くっていう特別なシーンは本当にこの映画の中に入れたいと、ずっと前から考えていました。京阪大運河、そうですね、京港大運河ですが、まあ、私、子供の時はやはり友達とよく川沿いで遊びました。まあ、子供の時は本当に京港大運河は臭くて、悪いシンプルになっています。例えば、子供の時はやっぱりなんか人に呪いたい時は、怎么お样？前怎么を讲？就是蛍光ダイオン如果の中我に明投げ捨てま年要す拯救よ人的と话，かの話はよくあります。然后或ただ、者说十数年我後们にそよの蛍光ダイオン如果の一个求掉臭运河的みしが就消えてい觉得て、是一両件岸の風景も良くなっています。まあ、あれはあれとして良かっ就是たと思いますけど、ただやはり子供の時の臭い顔は、匂いは非常にノスタルティック的に感じまして、だから、まあ、その昔のそういう蛍光ダイオン如果への記憶は、まあ、私に個人的にとってはものすごくやっぱ一つのメモリーズと言ってもいいかなと思います。用了很多就是鉄道、トンネル、まあ、双眼鏡、まあ、隧こういった道要素は、甚本当に私至最初我觉からで都是一使种いたいと考えました。まあ、というのも、これらの要素は、ある意味、まあ、こことそこをつなぐ、まあ、道具というか、まあ、ルート、まあ、要素で言ってもいいかなと思います。特に、まあ、双眼鏡に関して、面白いエピソードがあります。まあ、双眼鏡は、実は私ロケ班に行った時、川沿いに拾っていました。一つ子供用の双眼鏡を拾いました。その後私この双眼鏡を持ち帰って、毎日それを使って外を見ています。なんか使ったらすごく面白く感じてて、まあ、この映画のテーマにもすごくぴったりじゃないかなと思い、最終的に映画の中に登場させました。
服的话，我跟摄影也是做了サ很イ多ズに的関して测本当试にい吧，ろいろ試因为我们しま觉した得，ね。ま首あ、先，スタンダードに関して4:3はの私画と幅カメラマンは最初からやはり対子儿童来供说には向いちょってとるじゃね、ないかなと因为儿思童いまね、す。まあ、子身高供比は较背高がい低ので、いので、スタンダードの用サイズ4:3なのら画幅体を綺麗如に撮果れま拍す一し、个すご半くいい身絵中に景なれとるじゃかないかなは刚好と是把思它います。这个で、まあ、身そこ躯でやっぱ给り大人なら他、大人放の在パートこなのら画他面のにサイ显ズ得でもいいかなと孩童考的身え躯は显しましたけど、高そう大するとね、ちょっと就願像いよすりぎのる感就じがああるので、让さ人らさに言うえと、やはりスタン特ダー别的ドな印で象大人深を撮ると、那么まあ、我本们作最の初テーマに你在も少考虑しし関わるじゃないかな身と高さ思要い。变一下という画の幅は、会变更宽或者怎スタンダードになってると、大么样。人はある意味監禁されるような、やっぱ身ケージ高のさ能中凸显にたいるよう优な越，就好像是感一じ个になっ笼てい子一样て、吧，とて把も成新人鮮给で困面难白くで，就て、是有最点終的に特别的大人のパートうん，もスタンダードサイズにしました。4:3做全篇的画幅。杭州是一个位于杭州は中国の中国东東南南部部にであります，す。まあ、上海にはそこ近いんですけど、まあ、中国の古都として、南北朝、宋王朝の首都で、まあ、すごく大きな都市として機能されています。まあ、ただ首都って言っても、まあ、ある意味バイトのような感じの街だと思います。風景はものすごく綺麗ですが、周りには険しい地形がないので、ものすごくあれ攻められやすい場所です。で、広州の中で一番有名なのは西湖っていう、まあ、西の湖って書いて、すごく風景綺麗な湖があります。湖の周りに、まあ、お寺などたくさん歴史的な痕跡が残っています。で、まあ、有名、そして有名人、まあ、祖職とか白居易とか、まあ、そういう中国の古代の文化人は広州で地方官として暮らしていて、有名な詩がたくさん残しました。で、まあ、これは歴史の話なんですけど、広州は今ものすごい高速発展していて、まあ、変化がものすごく激しいです。で、まあ、日本の方も知っていると思いますけど、まあ、中国の最大なインターネット IT 会社アリババの本社も広州に置いています。で、そして今中国の、まあ、インターネットのインフルエンサーはなぜかすごく広州が好きで、広州に住んでいるインフルエンサーがものすごく多くて、まあ、いろんなものを発信しています。で、まあ、広州今本当にもう言葉で説明できない街になっていまして、今後どうなるかは分かりません。本当に広州の変化は激しくて、まるで街全体は引き裂かれるような感じですね。で、昔のコミュニティも消えてしまい、もうみんな全部、まあ、ある意味団地生活になっています。もう本当に近隣の人々の顔も知らないし、まあ、デリバリーで一人で暮らしている、あるいは家族で暮らしている人がほとんどになっていますね。その関係性が本当に消えていくようなちょっと危機が私が感じています。だからこの映画の中に描かれている子どものパートと時と全然違いまして、あの時はやはり放課後みんな一緒に帰って挨拶して、また明日会いましょうみたいな話は今は本当になくなりましたね。我也挺喜欢。グーシャオカン監督の春光水団は私とても好きな作品です。グーシャオカン監督ともよく交流しています。まあ、彼の作品の中に登場された、まあ、不春光は、まあ、天然の川なんですけど、まあ、今回私の作品の中に登場されているのは、人工の川、まあ、蛍光大雲河なんですね。で、まあ、彼は、山水の中に生きることに焦点を当てるんですけど、私はどっちかというと、まあ、都市部に、まあ、広州の都市部に焦点を当てたいので、そこで広州に他に何がありますかをこの映画を通して探したいと考えていました。だから視点が違いますね。で、そういえば2019年に広州出身の監督4人、まあ、私とグーシャオカン監督、あと他の広州出身の監督2人で春光水団の中に長回しのシーンに映された川の中で皆さん一緒に泳ぎました。とてもいい思い出でした。
在选キャ角ス方ティン面，グ我は本当也に早是い段很階早ででスタートし开始ました选角，ね。特に主人然后，公のシャーハオに関しては、最初はオーディ这ショ个ンいシャろいろーハオやでりいましうたと、け在国ど、なかな内かいい人が面見试つもからなくかったて、但始终就そ是の没有後什么合适パット的。リック・マオ・ホアンさんの紹介后で、来黄道成介绍メイソン・リーさ跟んと李出会い承まし见了た。面，然后就彼は本当一に拍脚即本の理解合，然が素后晴らしいので、他对剧本的彼理と出会解ったら是すぐ很こ到の位，役は彼でいいじゃ但ないかな是と考えました。因为あ他と、从小在美メイ国ソン・长リーさん大，然は、アメリカン育后ち对なので、大陆中太国熟本悉，土然には后あんまり詳しくないので、他逆其にこれは本当に本实，作にすごく一やっ切ぱり的ぴっ大陆たりじ的ゃないかなと环境思います。这つま些り、陌生本当に詳しくないから、いろんなそういう陌生感和主环人公境的の、切合的就是中吓の坏そういう違了，和感が重作新れ回る到と家乡的那考种え陌ています生。感。で、そして、然ホアン・后ルーさん他最は后的もう逆なんですね。意ホアン・ルーさん、欲本当に中国のいろんな、也イ是ンディーズ映画非常喜に出欢，演していて、広州にもすごく詳しい对で中す。国，で、就本当或に者说自对由自杭州在にあ这些演じ地る方非常熟悉的，方々然な后ので、反而他是有彼女といろいろ話一した种ら、自在す和ぐ潇洒在キャス对ティン李グ纯を的那決种まり紧まし张た。和陌生人形成一种对照。其实跟孩子工作是一子供件た非ちとの常仕事累，は但もう是本当に也常に疲れますけ很ど、有ただやっ成ぱり達就成感感，もあり就ますすね。是子供の演就技是に関孩し子て的は、やは特点，り、就是说今他回いろいろやりまして、很难リア训ル练じゃないかなと思います。假リアルっていう言装，也要葉给他们にす真ご的く関东わりま西，す他の们就で、能够つま演り出そういと。う偽物とか演じてくださいって言っても、所以在比如说我们演じ在ることができ拍ないんです枪ね。战子的供はリアシールンのでものすしか、最开始演我じ为了きれ判ないんじ断ゃ安ないか全なかどうかと思是います。给例えばなんですけど、了假的今回枪の作也品就の是中で、没有子弹，アクションのシーン、就アクシ是ョンで言えるかどうか枪分か战らないんですでが、ガ弹ン弾シーンがあります。后来发で、现他最初们はやっぱり安全就是のため就に、是弾根本没有が入っていな没い有ガ那ンを使个っ专注て、力撮去影追。を始まりま后し来た。我们就把撮影を始めました。枪弹真的ただ、开やはり、どうしてもやっぱり子供たちが、发现其实なかなか気持ちが入れなくて、就是で、对成绩非そう常すると、根本不需要弾我们去指导，他们を入れ就能演て出那种やって感くださいって言ったら、やっぱりすぐ、うまくでき夏まし天たね。选あと、定やは他り、们之今后回、他们子做供の役夏者たちが、もうかなり前から、オーディシショョンンでで他们選んそでいうして、で、夏表休み演に一緒表に生演活させました。演で、出その後等も、等到皆さん开的を时候，集まっ他们て一緒真に的ワーク已ヨークショップをやっ经てい是て、朋友了，子供所以たちは他事前に友達にな之なっ间ていて、的是关系亲密映画の中的，でも自这然点にや演じ会ることに帮助も我们なれまし去たね。拍摄这个影片。そうですね、我日本映画に関しては、非常喜欢黒澤清監督、そして濱口竜介監督がとても好きですね。新作はずっと見ています。クラシックですと、やはり小津安二郎監督、成瀬道清監督も見ていますね。黒澤清監督の作品でしたら、やはり好きなのは東京ソナタと岸辺の旅ですね。で、濱口竜介監督に関しては、最初に見たのはハッピーアワーですね。ものすごく好きな作品でして、でその後もちろん寝ても覚めても、そしてドライブ・マイ・カーも見ました。最近中国で濱口竜介監督の本、カメラの前で演じることも発売されました。私もその本を読みました。ものすごく刺激を受けました。そして勉強にもなりましたので、今後本当に濱口監督の新作もすごく楽しみにしています。新作は今準備中です。これは私の、長編2本目なんですけど、父と子のようにっていう、タイトル仮なんですけど、家族の物語であり、ちょっと SF 的な要素も入っています。本当にコロナに影響されて、もともと、もっと早い段階でも撮影開始できますけど、今年、無事か、撮影開始できればいいなと思います。で、コロナの間で、短編映画も1本撮りました。ちょっと SF 的な短編映画で、2021年の上海国際映画祭でも受賞しましたので、いつか日本の方にも見せたいと思います。